ジョーダースさん、1938年11月5日から1980年8月20日はアメリカ合衆国生まれであるがフランスで活躍したユダヤ系シンガーソングライター。1960年代から1970年代にかけてフランス語の歌を多く歌っており、彼が歌ったレシャンゼリゼはフランスで大ヒットした。 ダニエル・ビガルのカバーで日本でもこの歌がオー・シャンゼリゼとして大ヒットしたため彼の名前が日本でも知られることとなった。1938年ニューヨークにて映画監督ジュールズ・ダッシンとバイオリニストベアトリス・ローナーの間に生まれた。幼少時はニューヨーク市やロサンゼルス市で過ごしたが父親が1950年にハリウッド・ブラックリスト入りしたため ヨーロッパに渡った。ヨーロッパでは、ジュネーブインターナショナルスクールとルロゼに通い、グルノーブルの学校を卒業した。それからアメリカに帰国し、ミシガン大学で民族学の修士号を取得した。それからフランスに移ったジョーは、父親の職場で技師として働き、トップカピといった父親の作品で俳優として出演することもあった。1964年12月26日、ジョーは、 CBS レコードと契約を結び、以来フランス語の歌をリリースしてきた。1980年8月20日、実母ベアトリスと自分の二人の息子と共に訪れたパペーテのレストランにて心臓発作のため死去。ありがとうございます。